皆さんこんにちは。我孫子市ふるさと大使のナイツ塙信之です。純喫茶塙へようこそ。この番組ではですね、我孫子市、柏市、鎌ケ谷市、白石で活躍する方々を招き、地元愛を語っていただくトークバラエティでございます。今回のゲストはですね、ラーメン屋さんの王道屋の店主兼社長、清水弘正さんということで、もう柏でめちゃくちゃ有名な、ものすごく美味しいね、あの家系ラーメンの、社長さんということでね、なんか調べるとうちの兄が、YouTube でそこのお店に行って、食べてるとこ見ましたけど、めちゃくちゃあの美味しそうでしたね。あとやっぱり社長のキャラクターが結構、濃い社長でございますのでね、そこら辺もちょっと私若干緊張しておりますけども、今日はどうなるんでしょうか、お楽しみに。純喫茶塙へようこそ、いらっしゃいました。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、ありがとうございます。これなんか特別なコーヒーですか。いや、特別なコーヒーです。あの美味しい、普通にこのお店で作ってる塙ブレンドです。毒とか入ってないです。あ、毒とか入ってないです。美味しいです。美味しいですよね。美味しいです。いや、今日はですね、やっぱすごいね、このなんだろう、一番今までなんかこう濃い人がね来られてるような気しますけどもね、ラーメン屋の王道屋の店主兼社長の清水弘正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。どうなります。はい、お願いします。社長のちょっとまずは、まあ、経歴というのもあれですから、まあそもそもこの王道屋というのが、まあ、要するに家系ラーメンと言われておりますけども、はいはい、そこら辺の家系ラーメンが全くわからないって人いると思うんですけど、もともと吉村屋が元祖ですよ ね、 そ, うですね、うん、そこから派生していったやつを、はい、あの家系ラーメンって皆さん呼んでますね、はいはい、うん、そこで修行、そうですね、吉村屋で修行して、直系で社長の下で10年ぐらいやったのかな。10年ぐらいやって、はい、まあ1回は皆さん食べたことあると思うんですけど、うん、あの豚骨醤油の、豚骨醤油、この麺がちょっと太い麺、そうですね、今は太いと言わないな、中太ぐらいですかね。あ、中太ね、うん、昔はあれでも太かったんですけどね、太麺って言われたんだけど、今もうこんな太いのもあるから。で、このほうれん草、そう、ほうれん草、チャーシュー、ほうれん草、海苔、これがお決まりので、これご飯にまたね、うん、合うんですよね。合いますね。合います。のりつけてね、ご飯、うん、白飯とか食べてもらうと最高。めちゃくちゃうまいですけども、うん、最高。なんか今もうラーメン業界もなんか二郎系とかね、うん、なんとか系っていっぱいあるじゃないですか、うん、それよりもっと前ですよね。よし、あの、いや、同じぐらいじゃないですかね。二郎さんはもっと昔から同じぐらいだと思いますよ。吉村社長は28か9ぐらいで独立してるはずだから、うんうんうん、結構歴史はありますよね。なんかその吉村社長ってあれですよね、もともとラーメンショップって、そう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 、元の元ってみんなラーメンショップなんですよね、うちの家系なんかも。そうなんですか。そう、あとはあのいろんなニューラーメンショップとかなんとか、そこからその派生してって、はい、でそこでやっぱり家系ラーメンっていうのができてうんうん、でそこからまた皆さんが真似したり、うん、直径が出たり、うんうん、そういうところで広がっていったもんだって自分は認識してる。なるほど、うん、今はこの王道屋の店主兼社長ということですけども、はいはいはい、王道屋さんというお店が今どちらにあるんですか。うん、今はね、柏市の秋原、うん、あ、ここかな、ここ、うん、あ、はいはいはい、あと東京にもあって、うん、野田、ここら辺にあった野田と砦かな、うん、それ直営は、うん、直営は、うん、あ、でもお店にももう毎日立たれて今 ね、 ね、その新しい事業体もやってるんで、今度東口の方で、はい、本兵衛さんの脇で、はい、ラーショー、その先祖狩りじゃないですけど、はいはい、新しいラーメンやってますね。あ、そういうこともやってる。ラーショっていうのはラーメンショップの、そう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 、そう、略、そういうことなんですね、うん、ラーメンショップのパクリ。あ、パクリ、うん、パクリ大丈夫ですよね。パクリ、いや、名前は大丈夫。でもやってることは僕たちにとっては基本だから、自分たちのためにもなるし、もう一回その見直すこともできるし。なるほどね、うん、すごいですね、ラーメンに捧げた人生みたいなね。いや、それしかできないからね。あ、花君どうしよう、なんかできる。いや、僕はまあ、そうですね、演技できないですからね、漫才以外はできないですね。そうそう、一緒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 、それしかできない。でもなんか社長、なんか役者、中野秀夫さんみたいじゃないですか、なんか。あ、ちょっとイメージ下がるよね、もっと違う題材言ってくれよ、もっとさ。イメージいいですよ、まさかその分厚い革ジャン着て収録すると思わなかったですもん、もう。え、そしたらなんかやばいですか、モンモンとか掘ってないですよ、大丈夫ですよね。いや、入った、じゃあ見せらんない。いやいや、優しいんですよ。何も入ってないよ。
社長すごく優しい方です。何にも入ってない。まあその社長がね、やっぱりどういう経歴でということなんですよ、うん、あの兵庫県の尼崎市なんですね。実家がね、尼崎なんですよ。あ、実家が。そうそうそう、あ、今も実家がね、うん、あれダウンタウンなんか多分家近いよね。本当だ。天野市役所とか言ってるから、でも URL と地名はあの大体わかる。あ、そうですか、うん、どういうとこなんですか、尼崎って。これ言っていいのこれ。大丈夫です、全部。まずかったらそれはもう、まあいい噂はないよね、あそこな。いやいや、いい噂はないよな。そういう言い方するからですよ。いいとこもいっぱいありますよね、別に。え、いい。あ、でもね、俺ちっちゃい時に、実家は向こうなんだけど、はい、もうね、小学校上がる前にこっち来ちゃってるんで。ああ、そうそう、早い段階でも、そうそう、あんまり染まる前にこっち来ちゃった。ただこちらの情報によると、学生時代はやんちゃな学生時代となってますけど。悪かったな。悪かった。野球やってたんだけど、当然挫折しちゃってさ、糸の切れたタコみたいになっちゃって。あららら。なんで挫折？そういう時期もあったね。怪我ですか？怪我で。あ、もうそれしかないと思ってやってきたから。あ、じゃあ結構。そうそう、もうあり余る体力だからさ。実力というかあったわけですね。うん、結構だから自分の代で甲子園行ったりもしてるし、我孫子高校で。新井？そう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 、新井監督のところでやってたから。だって我孫子高校って、俺甲子園行ったのすごい嬉しかった。あの親子で、新井監督と息子で。そうそうそう、あれ、新井なんか同級生だもん。日本ハム入ったキャッチャー。そう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 。あ、そうですか。あれとはもうずっと小学校一緒にやってたから。ええー。じゃあ高校の途中ぐらいからちょっとやんちゃになっちゃって。そうそうそう、そうだね。毎日喧嘩してたね。俺だって喧嘩しすぎて、交番の人と仲良くなってたもんね、あれね。ほんとほんと。で、我孫子高校だからそういうのいないんだよ。我孫子高校だって、そうそう、県立の。まあまあ頭いいでしょ。そうですよね。まあまあ頭いいから、うん、そういう人がいないから珍しかったんだろうな、警察もな。まあそんなやんちゃなね、学生時代で、まあ、怪我で断念したプロ入りを目指してたけどもね、うん、その時にラーメン屋さんになろうと決意したのが25歳。ほんとにもう、はい、悪かったからさ。で、その時に結構ね、世話してくれてる人がいたんだよ、はい、で、あまりにもひどくて、もう20歳過ぎた時に、うん、ちょっとこれはまずいと、うんうん、で、やっぱり世話してくれてる人たちに恥かかしちゃいけないと思って、うん、会社員で10年やろうと思った、うん、で、その中で自分のやりたいことを見つけられたらいいなと思ってやってた、うん、そこにずっといるつもりはなかったけど、10年は世話してくれた人たちに対して、うん、その義理としてやろうと思ってさ、うんうん、すごいです。でも、うん、めちゃくちゃいい先輩がいたんです。先輩っていうか、その社長さんだよね。あ、社長さん、うん、で、10年間その会社に勤めてて、うん、その中でじゃあ何ができるか考えた時に、うん、何もないわけだよ。学があるわけじゃない、何がある、資格があるわけじゃない、何があるわけじゃないでさ、やっぱ成功したいと思ってたから、はい、じゃあっつって、やっぱりそのそういう象徴的なとこがあったんだよね、うん、吉村屋の社長が。トラックの運転手からビル何本も持ったとかさ。ああ、もう吉村屋の。そう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 、俺にとってはそういうドリームだったんだよ、うんうん、なんかで、そういうのがかっこいいなと思ってさ、うん、テレビとかで見ててね。で、門叩かせてもらったのかな、あれ。横浜までじゃあ行って、うん、1年間断られてた。そうそうな、そうなんで、最初行った時、お前かっこいいからダメだって言われてさ。ああ、かっこいいやつは根性がねえからダメだって言われたの。それはなんか嬉しいようなというか、まあ、嬉しくない、こっちは真剣に言ってんだからさ。でもかっこ悪いからダメだよりは、いや、でも考えたよね。それどこじゃないじゃん、だってこれ人生かけてやろうと思ってんのにさ。過ぎた時はラーメン、なんでラーメンやりたいとか、好きだからとかさ、美味しいからとか、うん、わけわかんないこと言っちゃってさ、俺もさ。いや、まあでもまあそうですもんね。そう、何周して、だったら家で作ってないだろうとかの始まっちゃってさ。本当だ。で、一番最後もう行って、もうお願いする、どうしても入りたいんだって、うんうん、お金が欲しいんだって言ったんだよ、うんうん、だから分かったっつって。お弟子さんはだからいっぱいいらっしゃるわけですもんね、うん、いたね。そうですよね、うん、そうじゃあその中のまあ一番下になるわけですもんね、うん、結構大変だった、ね、でもね、若い子が多かったから、うん、あの時20代の20代清水さんよりもちょっと年下でも先輩みたいな人がいっぱい多かったって、うんうん、1年間で俺は出たいって言ったから、うん、1年間でもうスキルを身につけ、その代わりじゃあもう寝ずにやれよと、休みも何もないと、給料も何もなしだと、それ耐えられたら出ていいって言われたの。はあ、すげえ話だな、うん、で実際、うん、やったんです。やっちゃった。でもね、その修行ははっきり言って、その我孫子高校って知ってるよね、新井監督知ってるんだよね。もちろん知ってます。もう日本で一番きついとこだったから、体力的なことは何とも思わなかったね。そっか、全然余裕だった。高校野球のこう、そのぶっ飛ばされてるっていうレベルが違うから、うん、いくらその吉村でぶっ飛ばされたって大したことねえから、うん、もう本当そういう高校の時にグリーンベレーみたいなことやってるから。マジで本当にもう引っ叩かれながら、もう、ね、もう今ではこうだけどさ。いやいや、でももう強い高校はもうその中でも特殊だったの、あの新井監督は。その中でも新井監督ってそうそうだって、引っ叩かれながら後ずさりしてて壁くっついちゃうんだからね、だって。
グラウンド一周しちゃうんだから、もうそういうとこだから。本当に監督見てますか、立派にやりましたよ、うん、さんも。いやもうなくなっちゃってるよ。あ、なくなっちゃったんですか。体力的なことは全然大丈夫だったんだけど、技術が大変でした。技術じゃない、年下にぶっ飛ばされるのがムカついてしょうかなと。もう本当に厨房の中で顔踏んづけられたこともあったもん。あれが一番辛かったな。でも全員ごぼう抜きしたからな。ああ、もう全員抜いてやったから。こらえて、そう、我慢して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 、ごぼう抜きした瞬間にボコボコにしたわけじゃないですよね、そこは。え、いやもうそういうやつは消えてなくなる。そういうやつの方がもう根性なくて、ボコボコだかなんだか分かんないけど、もういなくなっちゃったよね。いなくなっちゃった、うん、ああ、じゃあもう最後残る人はもう本当にそこを超えてた人しか残らない。じゃあやっぱり吉村で修行を受けて今こう全国にいっぱいある人っていうのはもう相当それなり のことやってるからね、みんなね。やっぱ根性もあるし、みんな、うん、はあ、なんかやっぱりなんかあの佐野実さんとかもそうですけど、うん、なんか厳しいんですね、ラーメンのね、そういうあの指定というかね。あれだ、佐野実さんのあれはほらもう演出じゃん、どう見たって。あれ演出ですか、うん、ガチンコラーメン堂見てて厳しいなと思ったんですけど。もうセリフ喋ってんじゃん、あれなの。いやいや、どう見たってな、おい、なんとかだっつって、うん、あ、吉村さんもそういう、あれは違う、あれをリアルにやるから。社長すごい人ですね。吉村社長すごい、もう全員のことを笑わせるしね。あのうちなんかオープンキッチンでしょ、はい、ここはステージだからなって言われたから。なるほど、麺揚げスーパースターなんだっつって、ここはステージだぞっていう、うんうん、見せるためにやってるんだって、うん、それはよく言われた。やっぱりこうじゃあだんだんこう任されるようになって、うん、こう自分のこのやるスターになった時ってやっぱ嬉しかったです。いや、それでも3年ぐらいは辛かったな。やっぱあの味の、うん、あの味をこっちまで持ってって、うん、3年間やっぱりお客さん入んなかった。29歳の時に柏市の朝日、そう朝日町、うん、朝日町、朝日町に、うん、大道屋、大道屋今のね、この大戸屋を創業するうん、うん、ということだったわけですね、うん、このお店の由来は何、店名の由来というのこれさ、うん、これ吉村社長が考えたんだよね。俺も最初嫌だったんだよ、この名前。めったって結構大戸屋とかさ、やったばっかりの人間がなんかすごいじゃん、大層じゃんこれ。いやいや、もうだってすごい名前です、ね、すごいでしょ。だってお前は王道なんだってことなんですよね。そうすごくないですか、うん、すごくて嫌だったんで最初、荷が重たくて、うん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 、だけど社長に言われたらはいしか言えねえから、うん、リンゴ持ってきてみかんだって言われてもはいしかねえからな。そういう世界だから。本当だよ、リンゴ持ってかれてこれみかんだろって言ったらそうですって言うしかない。そういう世界だから。よく言うね、うん、まあそういう世界、そう中で、うん、だからもう言われたらやるしかないよね。なるほど。あんまり来なかったんですか。来なくて、みっともない、みっともない。だって柏にやっぱり何ですか、それ浸透してなかったの。いや、あとはね、その、うん、本当にね、修行の時に1000食単位で売ってたから、暇になった時のやり方分かんなかったの。はー、うん、それに対応するのやっぱ3年ぐらいかかったよね。演芸場で常にお客さんが満員の前で漫才やるのに慣れてて、一人か二人なんか やったことないっつうの。時のやり方がテンション上がらんないしって、そういう感じだよ。テンション上がんないしみたいな、そういう感じだったんですか。そう、昔はってのはテレビに引っかかるか雑誌に引っかかるか、あと口コミ以外なかったから、やっぱね、遅いよ。やっぱり知らないわけですもんね。そう、浸透していくのが、お店がここにあるのがね。吉村って何とかさ、吉村家って何とかさ、お墓じゃねえんだ、うん、お前ってさ、うんうんうん、何個言ったか吉村家とか言われちゃうから。まあでも分かんない人、お墓じゃないんだっつうの。何ってなりますよね。そう分かんないもん。だってこっち普通の人は本当コアな人だけが知ってる、うん、そういう感じだったから。でその後に、2011年に、うん、直系をこう離れるというのがある、うんうん、これはどういうことだったんですか。これはね、はい、本当にその入った当時から思ってたんだけど、やるとこう一生懸命になっちゃうから、はい、麺から何かやっぱ自分で作ってみたいなっていうのがすごい思ってたので、やっぱりその直系、吉村の名前使ってる以上、うん、その指定業者使わなくちゃいけないとこあったんだよ。あー、なるほど。そう、で、まあ、ただしその家系に関してはその 麺なんだけど、はいはい、その麺屋さんっていうのはもう本当に、ナンバーワンのとこだから、うん、もう文句なしで、俺ナンバーワンだって聞いて本当にもうカカカカするタイプだからさ、うん、どうしても超えてやろうとかさ、同じもの作ってやろうと思っちゃうんでね、うんうんうん、勝負したく見たくなっちゃうんだよ、うん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 、でやっぱり自分で作ってみたいってことを直談判してた時に、うんうん、それはダメだと、あ、お前も破門だと、うん、そういう形だったんだよね、吉村社長、うん、それはダメだと。そうあとはもう自由に弟子を出してあげられる、出してあげることもできなかった。うちに来た弟子なんかもほら将来的に独立したいと、うん、言ってもその、じゃあいいでしょとも言えなかったしね。あー、そっか。そう、もう、ま、孫弟子になるのは基本ダメなんだ。そういろいろやっぱり決まりがある。漫才でも多いんじゃないの。いやいや、漫才もまあ
多少はなんか分かりますよ、うん、自由にはできないでしょだって、うん、まあまあ おっしゃる通りです、うん、そうそうそう、勝手にやるなよっていう、そうそう勝手にやるな、やっぱその制限かかっちゃうとやっぱね、うん、思うような人材も育成できないしさ、うんうんうん、これからの発展もあるし、うん、だからってその尊敬してもないわけでもないし、うん、恩を忘れてるわけでもないと、怖いんだけどラーメン業界とか全体的なことを考えると、うん、そうもっとこの味広めた方がいい、広めた方がいいし、うん、そのいやもっとやれることもいっぱいあるし、うんうんうん、っていう考えではいたんだよね、うん、その時はやっぱり親を取るか、うん、やっぱりこれから育っていく子供を取るか、うん、どっちを取るかの選択だったから、うんうん、え今もう10年ぐらいじゃもう会ってないんですか、うん、もう10年以上会ってないな、あそうなんですね、待ってないね、あそれはまたなんかすごい天気ですね、うん、ある意味ね、そうだね、やっぱりそこでやっぱ勝負かけたのは人生でもやっぱりそのターニングポイントだったよ、本当ですね、うん、でもやっぱり基本的にはもうその吉村屋の味、そうそうそう、お守りつつ麺はじゃあ自分で、自分で自家製でやって、それがまずすごいんですけど、うん、そのだってめちゃくちゃ美味しい麺でいいじゃないですか、そこを超えたかったっていうのは、そう超えてやっぱりさ、うん、そのなんていうかな、麺屋さんでも30年もできた時と当時の味なんだよ、はあそっか、そうそう、でやっぱりいくら吉村屋だってたって昔は結構そのシャバシャバしてたり、うん、軽めなスープだったわけ、うんうんうん、でやっぱ地殻が立つにつれて濃厚にもなってきたし、殻の量も増えてったし、うん、スープの粘度も上がってったし、うんうん、なのにその麺だけが昔のままっていうのはおかしいだろ、だって俺はそういうところでその自分のスープに合うように麺も進化させていきたかったから、いやいやめちゃくちゃわかりますよ、そう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 、進化 させることが結局古いことを守ることみたいなところになるじゃないですか、うんうん、ね、そこれを、まあ、やることが、ね、基本は変わらないよ、基本は変わらないんだけど、やっぱりそのどん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 その体が成長したら 服をどん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 変えていくのと一緒だよ、うんうん、だから30年前もきっとそういう人が作ってできたわけですもんね、そう、 そういうのはマッチングしてたんだけど、うん、やっぱりその図体がでかくなってきたら服変えるしかないだろ、だってなるほどなるほど、いつまでピチピチに着てたらバカだろだって、うん、正直言ってっていうことですもんね、そうそうそう、それは やんなくちゃいけないことだと思ってたんだ、はいはい、じゃあもう結構なんだ、ある意味革命児というか、うん、まあ話題、いや革命じゃない、それは普通だっつうの、ただそういう固定観念とか、うん、そういうしがらみにへばりついてっから、みんな、なるほど、へばりつきたくなるから、やっぱり自分のマーケットを守るためにね、なるほどね、だから出たかったりもしないよ、やっぱり使いたがるよ、やっぱり、そっか、俺はそういうふうに思う、焼き豚だってなんか、うん、うちの兄貴が YouTube 行った時に、うん、チャーシューもチャーシューって焼き豚って書くだろうって言って、うん、だからこれ焼いてんだよ、あれが本当の焼き豚だよね、あの煮豚は煮豚でね、チャーシューとは言わない、ただそれ固有名詞としてね、普通名詞にもなっちゃってるからさ、チャーシューってあの焼き豚って書いてその煮豚のことを言うようにはなっちゃってるだけの話だけど、本来は焼き豚は焼いてやるやつだね、あそっか、うん、じゃあ今現在お店もね、もう行列にもなってましたし、うん、もうじゃあ大繁盛で、うん、ね、今もうお弟子さんとかも、いや大したことないよ、まだまだ育ってない、まだまだ大したことない、まだまだまだこれからだ、これからあなた大したことない、これからこれから、そっか、それはもうね、うん、すごいって言っちゃうとまたね、そう大したことないってあんだ、本当に、あ本当に大したことない、本当大したことない、うん、やっぱり自分で、うん、やっぱりこう、うん、まだやってみたいとなるんですか、自分でなんか新しいまたラーメン作りたいとか、いやそういうのもあるし、うん、今のことをさらに良くしていきたいっていうのもある、うんうんうん、でやっぱこういう交流が広がってきたから、いろんなことも勉強させてもらってし、ね、うんうんうん、そういうのを家系ラーメンとかは自分のラーメンに落とし込んだりもしてる、なるほど、うん、まだまだいろんなことやりたいこともあるし、うん、可能性はもっとあると思う、今 YouTube とかも、うん、YouTube もやられて、うん、そな何を YouTube でやられてる、まずだからそういう自分の考え方を発信する、うん、その場所だよね、はい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 、こうなんだ、ああなんだ、じゃあ家系とは何かとかも言ってみたいし、うん、知らないで食べてる人もいっぱいいるし、こういうものなんですよっていう説明かな、あとはもうその弟子もこれが四国とか、九州なんかでもやるんだけど、はい、やっぱその事前マーケットってすごい大事なんだよ、まあただ闇雲にやるんじゃなくて、闇雲じゃなくてもうある程度そこにファンを作っといて、うん、そこに出店していかないともう間に合わない、うん、そっか、そう、あそういうやり方していかないと、やっぱそれも時代に合ったやり方を、うん、やっていくべきだと思う、なるほど、うん、あ今からできました用意どんなんかしてないから、みんな、あもうそっからもう出た瞬間がドーンだから、なるほどね、そうで昔そういうのでも苦労したしね、逆に自分があの3年間の時ね、そう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 、教訓を経て、そう、うん、もうで今は今のやり方があるから、うん、うん、
じゃあもう例えば四国で出したら瞬間にもう行列みたいな、ドーンっていけるよみたいな、うん、あすごい。それだって YouTube なんか自分でテレビ局持ってるのと同じだから、うん、確かに好きなことできんだし、うんうん、じゃあもうラーメンファンみたいな人は結構みんな来るよ。でも全国行けばどこ行ったって100人200人は並ぶからね、会いに来てくれるもん。あそうっすか、うん、はあすげえ。青森行ったってそうだし、うん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 、この間岐阜なんか行った時も200人ぐらい並んでたかな。ええー。ちゃんとそういう告知がで していくからね、ツイッターとかで。ああ、うん、じゃあめちゃくちゃなんかやっぱり社長に合った時代にね、そう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 、活用してね、うん、なってきてますね、うん、やっぱ変化していかないと。そうですね、うん、どん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 やってやっぱやっていかないと置いていかれちゃうよ、ーラーメンも。あすごい。まあこれからのじゃあもう夢というのはね、今そういったお話ですか、うん、もう全国、ま、全国じゃない、もう世界でやるから。はあ、海外でやるとなったらもうあんまりまだないんじゃないですか、家系海外っていうのは。そうだ、あんま知られてないよね。そうですよ、ね、うん、だどこでやるか今、まあ、シンガポールとか候補はあるけど。あそうですか、うん、もうラーメンのとにかくもう美味しいラーメンを世界中の人に食べてもらいたいという、うん、やっぱそんな深くは考えてない。あそんな深くないですか、うん、いやいや、それでいいじゃないですか、もうビジネスとしても考えてるから、うん、やっぱりあなんでダメなんだよ、ビジネス。いやもちろんです、知ってもらって、はい、さらにそういうことやるともっと帰ってくるから、うちの店も。なるほどね、うん、経営者としてのやっぱり考えが素晴らしいというか、本当に美味しいもの食べてもらいたいっていうのもあるよ、あるけど、うんうんうん、あるけどやっぱり海外でもやってみたいなって確かにいう気持ちもある、うん、そのビジネスマンとしても、うん、いろんなことに対して。そうですよね、うん、やっぱそういうことはやっぱりいろいろ勉強もしてるよ今。あそうですか、うん、経営の勉強もさせてもらってるし、うん、じゃあ今ここのね、もうまだまだ48歳で、うん、これからまだ勉強して、うん、またちょっとこう次の目標に向かってそうだ、ね、いらっしゃるということで、やりたいよね。あ、うん、いやありがとうございます。いやとんでもないです、今日はですね、貴重なお話を、うん、ありがとうございました、はい、最後にですね、はいはい、番組をご覧の方々にメッセージをねちょっとお願いしてるんですけども、うん、よろしくお願いします、うん、宣伝、あいや宣伝、あいいですか、いいよ、もう柏木さんみんな知ってるから、これ以上入っても困るから、いいよ俺。いやじゃあ YouTube、 YouTube ね、あんまり言うとさ従業員に怒られちゃうんだよ社長、俺が出過ぎると椅子はもう並んじゃうだろ勘弁してくれよ社長ってさ、もう出ないでくれって言われちゃうから俺。いやもういいよあんまり言わないで、いっぱいお客さん来てくれたらいいじゃないですか、うん、これいっぱい見てますよ本当ね、人のことだから従業員になってみて大変だぞあれ本当にマジで。じゃあ あまりね別にラーメンはいいですけど、うん、YouTube の方ね。そうだな、 YouTube ね、 YouTube ちょっと見てくれたらありがたいかな、登録していただいて、うん、はい、ください、お願いします、うん、はい、よろしくお願いします。ということで今回のゲストは王道屋店主兼社長の清水博正さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。